ただし、ジョーサマービ、トモエは、仏教用語で、心を一つの対象に集中し心の散乱がないという精神の作用や、そのようにすることや、定まっているその状態を指す。また、一般に心を散乱させないようにする修行、及びそれによってもたらされた特殊な精神状態をも、総称して、テイという、サマドの恩赦が三枚であり、サマジとも書かれた。 てすなわち三枚は仏教の三角であるかい。ただし、絵の一つであって、仏教の実践道の対抗である。また、八聖道の一つには、聖定が挙げられており、五根には低根が、効力には、定力が挙げられている。ただしはの一つでもある。定めに反して心が散り乱れて動く状態を三と、いい、上三と呼ばれる。帝は もともと古代インドの宗教的実践として行われてきたものを仏教にも採用したもので、その境地の深まりに応じて様々な名称の定めが説かれる。総合仏教大辞典によれば、善、清涼、三昧などの語の含む範囲と、定のそれとの公共に関しては主図の遺説があるという。それらの語は、広くは、禅常と言われる。有意識領義ロマキ五本には、 帝の異名が七つ挙げられており、それは、サマーヒタ、当時、サマービ、サマジ、帝、サマーパッティ、ヒトシ、ディアーナ、ゼン、ナ、チッタイカーグラター、ココロ、イチ強イ、シャマタ、トメ、ドリシュタダルマスカビハーラ、ゲン、ジュウである。帝には、修徳定、修徳上と、小徳上とがある。修徳定は、産地である四海において、 定を得るための修行を実践して得られる。聖徳定は、定地である指揮界、無職界に生まれることで、自然に得られる。クシャなどでは、定を無神定と無神定に大別する。無神定には、四聖領、四善、四植善上、ルピジョナズと四無職定、アラポジョナとの八定、八刀至りがある。八定とは、初、聖領、第二聖領、第三聖領。 第四声量、空無辺ところ、ただし、式無辺ところ、ただし、無所有ところ、ただし、非相非,非相ところ定めである。これらの定めには、それぞれの定めに入り終わった段階と、定に近づきつつある準備的入門の全段階とがある。初声量の全段階のみを、右至り定、未至上というが、その他は、それぞれの定めに近づきつつある全段階のことを、金分定。 根文上と言い,い、それぞれの定めに入り終わった段階を根本正しという。第四聖寮には掛け本から上条本までの句本があり、その究極である上上条本は指揮会の定めの最高であるから偏在上という。藤下脱の荒官は、四前、四無職の八帝を順次収めるのではなく、一地を超えて高い段階の定めを収めるとされる。これを朝点という。 無心艇には、無双帝と滅人帝とがあり、いずれも心、心情を全く滅する定めである。四禅、死生量、四無職、滅人の旧帝は、一心を交えずに次第を追って、順次に習得するときは九時次第、無限禅と名付けられる。四禅と四無職帝の上に、滅人ニ二色だサマーパッチすなわち、相樹滅上、三鍋でいた二色だサマーパッチがあり、 旧主大帝と呼ばれる。無宗帝は、凡夫や下道が、無宗の状態を、真の悟りと誤認して収めるものであるが、滅人帝は、聖者がその帝の境地を、無余りね半回の静けさになぞらえて収めるものである。無宗帝では、第四の禅状に基づき近くの荒い働きがなくなり、滅人帝、新色なサマーパッチでは、無頂点に基づき心と、 新序法は決められた間において死滅する。旧四大帝とは、パーリゴ物典では九つの定めを置く形で、説明が保たれており、第一全条、第二全条、第三全条、第四全条、空無変どころ、帝、式無変どころ、帝、無所有どころ、帝、悲壮悲想どころ、帝、総自滅となり、この最後だけが、釈迦が、 初めて到達した仏教に特徴的な定めだとされる。大発音藩行では、釈迦は入滅に際して第一禅状と思え受け滅の間を上下し、第四禅状から出場した後発音班に入ったとされている。藤本明は、滅人帝は煩悩を滅ぼして心を完全に清らかにした荒感でなければできない禅状であり、 ンプの前乗者にとっては、悲壮悲壮どころただしが最高の境地であると述べている。初期経典のアゴン領やパーリニカーヤでは、最上位に滅樹想定、滅人定が存在するとするものの、旧死大定で思え自滅状が語られる位置に、無双の心定が言及され、この無双の心定とは、滅樹想定から出場する際の間であると解釈されている。 十字行の第七では、原蜜にあるかの菩薩なるものが、第六の菩薩の地、位において初めて、あらゆる迷いの存在が滅人する。ただし、滅上に入場し、第七の菩薩の地において、その手に入場してはまた出場するようになるとする。いり、中論の合唱、チャンドラキールティの注釈も、十字における、滅人帝は、 第六地から第八地にかけて入場するということであるとしている。孫樺の三井解明でも同様である。これら帝の名称については同じサンスクリットが異なる。複数以上の漢訳を持つ場合がある一方で、全く異なる意味のサンスクリットが同じ漢語で訳されていることがある。例、滅人帝。代表では多くの定めが解かれる。有識集や 新言宗の湯河の勘行、天台宗の四種三昧、禅宗の座禅などがある。庭に入ることや、悟りを得た人が死ぬことを入場と言い、ただしから出ることを出場という。勘無量受刑では、西方の極楽浄土へ往生するための行として、定算に禅を説く。禅道によれば、上禅を治める人を定期、三禅を治める人を三期という。浄土では、 定産2期を自力の行者であるとし、他力の大新人と対比させている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。